ペント福祉遺跡一地図福祉遺跡は、鳥取県与那子市福祉、通称、長蛇ヶ原台地上に所在する弥生時代後期から古墳時代中期を中心とする集落遺跡。国の史跡に指定されている。1966年から1968年、住宅団地造成工事に先立つ発掘調査によって発見された。三院で、 初めて住民による遺跡の保存運動が起こり、当該地方の住居構造と集落の変遷がわかる集落跡として、1970年10月17日に、吉塚地区と日焼山地区の39,414平方メートルが国の史跡に指定された。東西500メートル、南北400メートルの範囲から、縦穴住居跡、土工墓、古墳、 横穴墓などの遺構が217基検出され、居住域と墓域が分離されている。縦穴住居の形態が円形から方形に変わる様子や、10頭前後を単位とする特徴がある。異物は土器、石器など約3万5千点が出土した。中でも大型の古式、形仮らけ、獣形ミニチュア仮らけ、駒形防水車、鳥形仮らけ。 小餅まがたま、波橋など、集落遺跡では珍しいものも見られる。遺跡は、環境整備が図られ、福祉考古資料館にて遺物が収蔵、展示されている。隣接して、史跡や沖遺跡が所在する。ありがとうございます。